突然なんですけど、 TikTok とか YouTube ってかっこいい人かわいい人めちゃくちゃ多いじゃないですか。特に TikTok なんてもう勝手にねおすすめ回ってくるからもうめっちゃ見ちゃうんですよ。しかも最近ね本田翼さんが本格的にね TikTok 始めたじゃないですか。忙しい忙しい。ということで本日はですね、絶対ニヤついてはいけない TikTok。 ちなみにニヤついたら即罰金。友達にねなんか最近 TikTok 見てて面白かった動画送ってくんねみたいな感じでね頼んだんですよ。では何個かね動画送ってもらったんで、それ見てニヤつくたびにもう罰金です。1回ニヤつくたびに1000円。ただね罰金って言ってもなんか払う相手がいないから、まあそうね、じゃあ普通に貯金しましょう。あ、待って、違う違う、いいこと思いついた。僕マイクが欲しいんですよ。今一応ねカメラにマイクつけてるんですけど、なんかもう2000円ぐらいの安いやつ使ってるんですよ。でもうちょっといいやつが欲しいってずっと思ってたの。ただなんか買うのもなんで、なんか踏ん切りがねつかないままずっといたんで、今回罰金された額のマイクを買いましょう。待って、でも罰金のあれがちょっとよくわかんない。まあいいや、でもそんな感じで行かせてください。 OK、 行ってきます。じゃあそれではやっていくんですけど、ニヤついたり水を吐いちゃったりしたらアウト。あ、でも安心してください、水吐くときはちゃんとねモザイクかけますから。オッケー、じゃあね3、4回ぐらいで抑えたい。3、4声のマイク変えればもう最低限なんですよ。ふんふんふん、はじめまして、私ばあさんって言います。名前呼んでください。かわいすぎる。なんで俺前回もさ最初バスターでなんかやられた気がするんだけど、でもこれはしゃあない、しゃあない、200キロでしょ男は誰しも。だって俺も目標金額じゃん、3000円いっちゃったじゃん。でも全然大丈夫、もうね3000円バスターには払っても食いないから。ふんふんふん、 Bark at your dog。 セーフ。僕ね、あんまり動画をね一人で見てるときに笑うってことはね少なかったりするんですよ。ふんふんふん、ふん。ハンパならケーブル。次回ならどうぞ。回転準備しちゃおう。泣いても笑っても慌てても。ほらスイド。ゲロ引きちぎろう。おうおうおうおお。泣き気。なんだかなってつまんだ。アウトかな。マジでガチで僕こういうの向かないんですよね。中途半端なことしちゃった。歌詞間違いすぎでしょ。まあ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 、今のアウト OK。 4000円ね。ふんふんふん、ベイ、ポチワン、ポチワン、ポチワン、ありがとう。 Get you drink。 え、本当にいい？ It's fine。 Can I grab that water? Is that alright? Yeah, sure. Yeah, wait a sec, I'm coming around. Wait, wait, no, 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 stay, stay, stay. ありがとう、ありがとう。本当に？ ありがとう。 We'll take this at least, come on. Take this. Thank you. Alright, love you. Love you. ありがとう。Baby, baby, baby. You okay? What? Did I hurt you? Did I do something wrong? Why? Oh, you slammed the door really loud. I thought you were angry at me or something. No, no, not at all. Sorry. What, Danny? Love you. Love you too. Oh, babe, you really need me to close the door for you. You need me. Babe, I'm coming.いや素晴らしいカップル。待って、めちゃくちゃ微笑ましいんだけど。俺めちゃくちゃこの方々好きなんだけど、でも初めて見たこの動画。めちゃくちゃいいじゃん、俺もルイス欲しい。彼女の真似したら、やべ、なんか水飲みすぎて気持ち悪くなってきた。今1、2、3、4、5、5000円だ。あーでもちょうどいいぐらいかもしんない。別に高ければ高いほどいいってわけじゃないですからね。5000円ぐらいのやつがちょうどいいんですよ。ふんふん、大丈夫か頭。ふんふん、アーニャーちょっと軽く飲み行こうよ。軽く飲み行こう。アーニャー心の中が読める。この人軽くって言っときながら本当はしつこくしつこく私をくどいて家に連れ込もうとして、もう粘着質のストーカータイプに違いない。こんな怖い怖い怖い。ごめんねアーニャ、今日は行けないの。あ、じゃあアーニャ行かないから5人で予約しといて。うん、アーニャうぬぼれてた。最後です。めっちゃ好きだったな。はい、ということで罰金額が
9000円。めっちゃ高いやんけ。バスターと大久保さんで7000円だからね。まあ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 、いつね変わるか分かんないんですけど、まあ近々ねちょっとマイクの音質がね良くなると思うんで。じゃあまあめちゃくちゃ緩いねニヤついてはいけない TikTok だったんですけど、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。音声の感じが変わるのね楽しみにしておいてください。